三石山は岩手山から続く、裏岩手重走路の上にある山である、東北百名山に選ばれている。山頂部は岩場になっており、その先端には大きな岩がそびえ立っている。山頂部の岩場には、ケロンが積まれていて、360度の展望を楽しめる。八幡体、秋田駒ヶ岳、岩手山などを見ることができる。また、三石山の南西の麓にある、日本で最初に、 商業運転を開始した松川地熱発電所の冷却塔からの蒸気も遠望できる。旧河村網張温泉や松川温泉、滝の上温泉からの登山道がある。また、岩手山からの重装路ともなっている。網張温泉スキー場のリフトを利用しての登山者も多い。工事が中止されている奥地東産業開発道路からの登山者もいる。標高線3 0 0メートル地点には、 避難小屋の三石山荘があり通年開放されている。大松倉山と三石山の暗部にあり、日光木菅や騒ぎ橋水場昌などが咲く。三石湿原の中に三石山荘があり、そこから山頂を望むことができる。三石湿原の反対側の古小墳小山との暗部にある、地将群。ここも湿原になっており、三石湿原と同様に、鉱山植物が咲く。 1964年に雫石町と松尾村を結ぶ県道の奥山道の指定を受けて道路の整備が始まった。山奥に産業開発と観光を目的とした道路を整備しようとする計画であった。ルートに三石出現が含まれていることが問題となっている。最中に工事による自然破壊の問題が発覚して工事は中止され現在に至っている。通称は 奥山道である。奥山道を利用した登山道も整備されている。ありがとうございます。